アシアナタウン看板、アシアナ航空は、韓国の航空会社。1988年設立。韓国の財閥、西機湖、アシアナグループの一員。規模としては、大韓航空に次いで、韓国で2番目に大きい。イギリススカイトラックス社による、航空会社の格付けで、実質最高評価の、ザワールド5スターエアラインズの認定を得ている。 HDC 現代産業開発との売却交渉が2020年9月に失敗に終わり、同年11月16日、韓国政府が主導して、政府系の韓国産業銀行が、アシアナ航空を大韓航空と統合することを決定し、大韓航空側に買収を提案したと報じられた。称号の、アシアナは、ラテン語で、アジアのを意味する語である。航空会社コードの OZ は、オズの魔法使いに由来し、割引運賃、OZ 魔法使いなどのキャンペーンでも用いられている。国営の大韓航空の民営化で、新川を中心とする、関心グループは、韓国の航空業界で有利な地位を築いていた。そのため、他の財閥や利害関係者からの圧力で、航空会社参入自由化がなされ、1988年2月17日に、 全羅道を中心とする西木湖グループによってアシアナ航空が設立された。12月には全羅道の広州と富山のルートで飛行機の運航が始まった。2013年7月現在、韓国国内線12都市14路線、国際線22カ国、67都市、91路線、国際線23カ国、71都市、23路線に就航。 国際線のうち日本は16都市で、主要空港の他地方空港への直行便もある。2003年3月1日には、世界最大の航空連合である、スター・アライアンスに加盟した。大韓航空とは強烈なライバルであり、ボーイング747やエアバス A380 などの大型機を両社橋に運航。路線網も互いに競合している。 株式は韓国取引所店頭市場部に上場。株主構成は、個人投資家30.05%、西寄子産業29.51%、西寄子石油化学15.05%、海外投資家11.9%、韓国産業銀行7.18%、その他5.83%となっている。二千七年には、同じスターアライアンスのメンバーで、 日本の大手航空会社、全日本空輸と株式を持ち合うことで合意している。2007年に格安航空会社のエアプさんを設立、筆頭株主となった。2015年には LCC のエアソールを設立した。LCC などとの競争激化で、アシアナ航空は2015年12月期には、負債が8.4兆ウォンに達するなど経営が悪化し、2018年には、 本社ビルを売却したが、それでも資金繰りに苦しむようになったため、西木子・アシアナグループは2019年4月、アシアナ航空を売却すると発表した。2019年末、現代財閥系列の現代産業開発と未来アセットダイウのコンソーシアムがアシアナ航空を買収することが決まった。その後も、新型コロナウイルス感染症の影響で経営悪化が止まらず、 2月18日には全役員が辞表を提出し、役員給与の一部返納や全社員の10日間給食など非常経営体制を発表した。2020年4月29日、HDC はアシアナ買収日程を変更するとコスピー市場に公示し、事実上買収日程が無期限延期となった。2020年9月4日、アシアナの再建を持つ 銀行団と HDC との条件交渉が決裂し、買収案は白紙撤回された。従業員数9242名。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。イギリススカイトラックス社による航空会社の格付けで実質最高評価のザワールド5スターエアラインズの認定を得ている。ボーイングの機材を エアバスの機材より多く導入している。大韓航空とは対照的にエアバスの機材を主に導入している。なお、アシアナ航空が発注したボーイング社製航空機の顧客番号は8位、e、で、航空機の形式名は747から 48E、747から 48EM、767から38、e、や、777から28イ、e、などとなる。 エアバス A350 から900日本の地方空港へ乗り入れる外国の航空会社として乗り入れ地点数が最大である。このため日本の地方から外国へ向かう旅行者がソウル・インチョン国際空港を経由し外国へ向かうことが非常に多い。大韓航空と比較して長距離国際線は少なくアジア内重視の傾向である。2015年8月現在、 アシアナ航空は以下の航空会社と提携してコードシェア便を就航させている。スターアライアンス加盟以外の航空会社とも多く共同運航している。は、ワンワールド加盟航空会社は、スカイチーム加盟航空会社。機内マジックショーやメイクアップイベント等の差別化されたサービスを行うと、ともに新しい概念のビジネスクラス。 オズクアドラスマーティウム等の最先端の機内設備を通してサービス面において他社との差別化を図っている。長距離路線で使用しているエアバス A380 と一部の B777 には、ファーストクラスビジネスクラス、ビジネススマーティウムエコノミークラス、トラベルクラスの3クラス制で、中近距離国際線と韓国国内線では、 ビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス制で構成される。ファーストスイートクラスの搭載機材には航空業界でも例を見ない大きさの32インチ高画質個人用モニターが搭載されている。なお、ファーストクラスはコスト削減のため2019年9月以降廃止される予定で座席はそのままにビジネスクラスの一部として運行される。機内食は ビビンバカルビ、栄養サムパブなどの韓国伝統料理のほか、日本発議路線には軽快適料理、また誕生日や結婚などのお祝いケーキなどといった特別機内食が提供される。なお、特別機内食利用の際は、機内食がある区間で、お祝いケーキは、ソウルインチョン、ソウルキンポ、山発便のみ提供ができるものの、出発の24時間前までに予約営業センターへ、 注文する必要がある。機内誌、アシアナは、韓国の航空会社、アシアナ航空の機内誌である。韓国語、英語に加え、日本語、中国語のページが掲載されている。毎月発行。アシアナ航空の韓国国内線と国際線の全路線、全便の機内に搭載される。詳細は、カテゴリー、アシアナ航空の航空事故 参照2013年7月に発生した、アシアナ航空214便着陸失敗事故を受けて、アシアナ航空は安全管理体制を強化するため、安全保安室長を担当する副社長として2013年12月1日付に、全日本空輸出身の山村昭義を招聘したが、以降も事故が発生している。2018年7月以降、同社の日本、 中国方面など国際線の一部の便で機内食が提供できないトラブルが相次いだ。従来は同じアライアンスのドイツルフトハンザ航空系列ケータリング会社 LSG スカイシェフコリアから1日3万食の供給を受けていたが7月からスイスチューリッヒ日本社を置く機内食大手のゲートグループホールディングスと交弁のゲートグルメコリアから調達する予定であった。 ところが、同年3月に建設中の同社工場が火災に遭い、供給開始が7月に間に合わないことが判明し、LSG 側に供給延長を申し入れたが、折り合えなかった。このため、2016年に韓国で設立されたオーストリア航空系列のケータリング会社、DU&CO と韓国の航空サービス大手、シャープアビエーション系の合弁振興会社、 シャープドゥー &CEO と契約したが、同社は、非産前職の供給実績しかなく、全くの供給能力不足であった。7月1日にはこのトラブルが元で、国際線のうち53便に遅延が生じる事態となった。ありがとうございます。